ベルト一回も防衛できないまま俺の手から離れてしまったよ。悔しい、悔しくてたまらないんだけど、スーパージュニア優勝してスーパー J カップ優勝者にも勝ったジュニアナンバーワンになったヒロムに取られたんなら、それはベルトの価値が上がったんじゃね。俺の手で価値を上げたいのに、なんか複雑だな。神宮の後からヒロムのここ強すぎるよ。昨日ファンタズモとやって圧倒的に俺が有利な状況なのに、俺は一度も完璧にフィニッシュを決められなかった。俺の何倍もあいつはここがすげえんだな。でも負けたからって俺は何も諦めてねえし、ファンタズモとは力を合わせてでも奪われちまったベルトはバレットクラブとして必ず取り返す。ここはすっげえ冷静なんだけど、また俺のここすっげえ燃え始めたよ。必ず取り返すぞ。いつリボン。バレットクラブ、昨日今日とバレットクラブでも戦い方はまるで違うな。昨日はお客さんとレフェリーを騙して俺にしかわからない反則、好きじゃないなと思ったよ。でもさ、今日真っ向勝負からやってくる。バレットクラブの意志も痛いし、 IWGP ジュニアヘビー級チャンピオンにふさわしい。ただ俺が毎回やってる、いろんなレスラーがいていろんな試合の仕方がある。そんなレスラー2人とやれたのは最高なことだったんじゃないかなと改めて思う。でも昨日の対戦相手には礼は言わない。石森大二、いやマッスルチワワ、サンキュー。久しぶりベルトさん。お友達のスーパージュニア27トロフィー君だよ。ご挨拶は？あまりにも久しぶりみたいで照れてるみたいだ。いい、今日は俺が喋る。一人
やりたい相手がいるんだ。スーパージュニアを制し、スーパー J カップ覇者も倒し、IWGP ジュニアヘビー級チャンピオン倒し、俺は最強の完全休学隊ヒロムちゃんになったと、そう思っていた。でも、納得がいらない選手が一人いるんだ。俺がスーパージュニアで勝てなかった相手、ショウ。この俺と戦え。お前の答えは分かってる。イエスだろ。だから俺は新日本プロレスに言う。ショウとの試合、ショウとの IWGP ジュニアヘビー級選手権試合を組んでくれ。俺が言いたいのはこれくらいかな。頭がこんがらって、肩も痛えわ、どこも痛え。でもこの痛みは最高だ。何回でも言う。プロレスは痛い、プロレスは危険だ、プロレスは危ない。あんまり言わない方がいいか、そんなことな。あ、何回も何回もうるせえよな。でもこれが事実なんだよな。あ、危ねえに決まってんだろ、痛えに決まってんだろ、苦しいに決まってんだろ。でもそれを全て愛してるのが俺たちプロレスラーなんだ。プロレスのことが誰よりも大好きな集団なんだよ俺たちは。だから気持ちいいんだ。ほら、何か質問ありますか？ないなら俺はもう休みたいですけど。翔選手の名前出しましたけれども、まあ、まず去年ベストオブザスーパージュニアを制し、そして昨日スーパージェイカップを制したファンタズム選手を倒し、前王者となりましたが石森選手を倒して、その先に見据えるジュニアの世界というか、ヒロム選手はどのように見据えていらっしゃいますか？花道で俺は東京ドームに来てるお客さんみんなに宣言したよ。近い将来、ものすごい近い将来だ。 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合をこの東京ドームのメインイベントで必ずやってみせる。俺は夢を語るぞ。こんな夢も見させてくれない時代に、俺は誰よりも大きな声で夢を語る。俺たちが夢を語らなきゃお客さんたちが夢は見れないだろう。俺は夢を見るだけじゃない、語るだけじゃない、叶えるんだ。俺の夢は IWGP ジュニアヘビー級チャンピオンとして、ジュニアのまま IWGP ヘビー級王座を手に入れ、ゴールデンタイムで試合をすることだ。そのさらにもう一つの夢が今日宣言した IWGP ジュニアヘビー級選手権試合をこの東京ドームのメインイベントでやること。新しい夢が見れたぜ。できた、最高だ。ありがとうございました。写真撮影ですか？はい、はい、写真撮影はいたしましょうね。はい、どうぞ。ジェイカップも欲しい。こっちの腕が使えないのに俺に持たせろと。OK ですか？OK ですね、はい。これ1本もらっていいですか？はい、どうぞ。1本いただきます。ごちそうさまでした。よいしょ。